ももちゃんでございます。今回はですね、基礎中の基礎に戻ってお話ししたいと思います。ゆずちゃんちょっと向こう行ってはい、今このようにですね、ももちゃんへへへへ言ってますね。へへ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 言ってます。だからちゃ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 、はいね、こういうふうにへへへへ言っていることについてのちょっとお話でございます。舌を出してへへへへへへへ、いいっていいよね、あなた出たがりになったね。なんでそんないいよ、ゆずちゃんここでちょっと待機しとって、はい、こういうふうにはははですねすることはですね、体温を下げているわけですね。はい、まああの特にワンちゃんにも詳しい方ならもうね、重々お分かりいただけるかと思うんですけども、分かってるかと思うんですけどね、これから、もうものすごくな、真夏の時期になります。最近は梅雨です。ね、雨が続いておりますけれども、まあ年々ちょっと梅雨の時期がやっぱりちょっとずれていますね。で、この梅雨の時期が終わるともうカラーッと暑くなりますから、皆さん熱中症等にはね、ぜひ気をつけていただきたい。で、散歩等していると。やっぱりこう汗かきます。暑いですか、体温上がりますからね。人間の場合はですね、全身にこう汗かいて体温を落とすという作業をね、体の仕組みに自動的にするんですけども、ワンちゃんはですね、全身に汗はかけないんです。かけないね、かけない。汗かくのはもうだいたいこう足の裏ぐらいね、この肉球のところぐらいしか汗がかけませんね。その面積だけだと全身の温度を下げるっていうのはとてもじゃないですが不可能なので、こうやってワンちゃんですね、舌に水分を溜めるわけです。これテカってるの分かります？これはい、ちょっと見えるかな、テカ、舌がちょっとテカってるんですけど、はい、これわざとですね、舌に水分を溜めてそれを蒸発させてね、体温を下げるっていう動作を行っているわけですね。これワンちゃんの自分の意識でやってるわけじゃなくて、あの無意識ですね。もう人間の汗かく機能と一緒です。ね、自然とこう舌にですね、舌のところにこう水分を溜めて、それを蒸発させて体温を下げる。ね。で、特にあの子犬だとか老犬だとか肥満のね、こういうももちゃんみたいに肥満犬ね、おデブワンちゃんはですね、熱中症にかかりやすいので、はっ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 はとね、息が荒くなるわけですね。こういうからくりで、ございますね。ですんでね、これから水分補給ですね、散歩中こまめにやってあげてくださいね。ペットボトルを持ってってあげてください。冷たいお水ですね。はい、それで、散歩中にもですね、お水を与えるようにね、ぜひしてあげてください。道路等もですね、普通にこうね、ちょっとまあ時間が悪いと50度ぐらいとかになってしまって、その上をですね、ワンちゃん歩いたりするのでね、肉球がね、とてもじゃないですけど焼けちゃったりもします。はい、ですから、こういうふうにですね、まあ、はーはーしてるときはすごくとても大変な状態でございますんで、水分補給をね、こまめにぜひしてあげてくださいね。まあ、今回はちょっとしたね、基礎中の基礎に、なります。はい、まあ、これからワンちゃん飼う方とかもねいらっしゃいますので、なんでワンちゃんがはー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 言ってるのかです。また病気になったりすると、はははは言ったりして、またちょっと状況変わりますけど、これからね、まあ買うよっていう方もコメントいただいてますんでね。ぜひ、まあちょっと豆知識として押さえといてください。ね、ご参考になりましたでしょうか。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。